タビオ、タビオって書いてますけど、タビオ、これタビオって書いてますけどね。これは、お、これは誰かな、誰かな、うわ、これもなんか面白いぞ。ねえ、待ってくださいね。お手紙とかあるかな。ちょっとやつもう出すかちょっとわかんない。はい、これこれこれ、はーい、なんか出てきました。何これ、んー、これはベリーラビカット、え、ベリーラビカットと書かれています。で、あ、後ろ見てもベリールビーカットって書いてます。どういうこと、ちょっと見よう、見よう、何入ってんだろう。ちょっとこれまたちょっと開くのか、あ、これは挟んでいけそうだな。ちょっと待ってくださいね。ベリールビーカット、なんだろうそれ。はいはいはい、ベリールビーカットいきますよ。ひゅい、あらこれは、すごいな、これ何これ、うわー、ダイヤモンド、宝石というか、なんかこう指とかにつけれそうですよね。何これ、すごい、どんな椅子か気になるけども、これの色合いとかすごいけども、芸術品ですね。ちょっと待って、とりあえず食べるのはちょっと今回やめときますね。今度、あ、リエさん、リエさんです。あ、品川駅で買いました。確かルビーの指輪？そうか。宝石、そうそうそう、宝石っぽい。宝石っぽい、すごいですね。また食べときますね。いや、ありがとう。これすごいな、これ。すごい、さっきからどうなってんの？なんでみんなこんなすごい、ね、お土産、ってか、お店知ってるんですか？ありがとうございます。で、これと、あと、これ、あ、タビオ。あ、見て、あ、なんか、美味しそうな、あ、いい写真ね、生クリームね。ね、そう、のんぶさん、ルビーのブローチみたいにね、可愛いですよね。はい、次、はい、いきますよ。これはタビオ。何が入ってるのか、タビオ。お、あ、これは、レーシングラン5本指。レーシングラン。レース？レース？え？レース？スキーのなんか？これは？走る足のために生まれた機能。あ、またそこと使ってた、走るより歩きますけども。ああ、だから、指が、あれですね、靴下の、指がその、分かれてる靴下ですね。ああ、冬とか良さそうです。旅ってのか。5本指足す。ああ、ありがとうございます。へえ。なんかスキーの時とかいいのかな？どうでしょうね。へえ。いや、ありがとうございます。こんな、もう全然持ってない、こんな、5本指の、靴下なんかね。へえ、ありがとうございます。はい、いただいておきますね。へえ、すごい。なるほどね。ああ、すごいな。どすこいが持ってないものがどんどん。